あ、なるほど。最初からこう、ここからじゃなくて、こう、測って。こっちも8層とかにした方がいいですか？そのままで行ったので、こう入ってて、で、この状態から、まあ、さっきやったでしょ？相手役って言って、ね、こう切られる。はい。どう、これで。わかりました。っていうわけで、例えばこう。さっきのは、ここにいないの。敵は、はい。ここにいない。でも、これが、まあ、まあ、じゃあ、最初から下にしてこう。まあ、こっちもできなくはないんだけど、せっかくなんで、カントビラ。で、これがこっち行ったら、こう。はいはいはい。で、こっちももちろん同じく、これで、カントビラキ、こっちやったから、こっちで、こっちでしょ。だから、これでカントビラキやれば、これで入るし、で、しゃくりこっちだから、この状態からで、こう。っていう。だから、いや。こういう風に実際は使うんだよっていうところまであってたんだけど、観音開きって発想が出てこなかったから悔しいな。こうやったの切ってきたの、まあ誘っといてかなんかで切ってきたの、こうやって切り替え、普通の使い方その、こっからどう使うか、これが、これで落ちるだけで、これが例えば相手がパッと、これが、あ、違うか、これは受けにもなってるから、これはもし受けるの、あーって入る。で、それが受けずにソフトとして返す。下からっていう場合も、これが、あ、こっちか、あ、違う、こっちでしょ。これがこう入るっていうのが、あ、なるほどね。受け立ちとかも、まあ、できなくないっていうか、これが保険として一応入ってはいるという中なんです。まあ、でも基本そこまでですね。こう、こっちの方が早いから。ここだとすげえ遠いから。ね、これとこっちだから。これカノンビラ君、二人で来るか、まあ、この辺りの位置でずれる。だから、はぁってやれって言ってる時に、こう、ここじゃできないからな。ツバ、きれいになれよって言ってやってるんで、ここかここの間、うん、っていう形。まあ、どっちでもやりやすい方でというわけでもないけど、両方できないけど、まあ、そんな差がないから違いがないけれども、ちょっと意識的に使い分けてください。ツバを中心にしてるのか、あの、つかなかなのか、自分の右拳なのか、まあ、大体その辺りでね、この辺り。今日はどこでやろうかっていうのを明確に考えてもらう。これでも、はい、これは通常の場合はこう、ほら手の内ちゃんとしてる。でもこれはもう直で落としたから、ここで押さえるなきゃいけない。まあ金立ち崩しともまた違う、ともまた違うよ。違う。崩しというかそういう問題とはちょっと違って、打ち方がそもそも違うんで、想定するこうじゃないんです、うん、これはこう、ああ、ここからこう、こういう、ここを使う。ちょっとやってみて。どうぞ。下を抜いて、下手の手と戻ってくるね。払ってる時間。勝手に戻ってくる。押さえて、またパンって戻ってくる。こう。ほら。って感じ。パパッと。はい、そう。常にちゃんと真ん中を戻ってないと遅いんだよ、帰りが。はい、この間に入れられる。あ、そう、払ってみて、払って入ってきて、ほら、入ってこれないでしょ。そういう手の内が大事。それはちゃんと絞りをやって、タツの口で力を抜いて、もう本当に力抜いてもちゃんと戻ってこうやってやる必要ない、はい、うん、そういう手の内、それにはまずちゃんと真ん中を取らない。みんなこうやっちゃうから、でみんなね、あらかじめの顔面見て、でこうやって手でやって、うん、で右目と片目ずつ見て、どっちの目で入る、真ん中に。右でしょ。右です。そう、まず右目が主なの。左目、利き目が、利き腕って分かる。あ、そうだ。同じ利き目がある。だから、まずは右目を通して見てるから、必ずずれる。ああ。だから、両目の感覚で見る。そうすると、だから、まずはみんなそうなんだけど、大体の人は右目なの。だから、こっち来ちゃうのよ。あ、右目通してこうやってるから。ああ。そう。だから、本当はもっと左な寄りなの。そう、そこに来ないと真ん中じゃないんだ、実は。あ、そう、この効き目があるってことをみんな知らないから、意外と。だから自分はまっすぐだと思ってみんなこうやってんね、はい、ガラミなの真ん中。あ、そう、まずそこから、まあいいや、とりあえずそう来てパンと払って、まあわしの払って、まあお互いがパッと、それこうで相手にこう、そうで、これで、まあ、こっちでもいいし、そしたらちょっとこう、うん、そしたらこれ吸ってくるから下がる、せーの、最後こうパンとシュッ。じゃあそうする。それに対して、しんどかったらこれこう寄せとくんですよ、こう。ああ、そっか、はい。足がなんかちょっと、右足は動かさない、左足。